高専カトリック幼稚園は、滋賀県草津市にあるカトリックの私立幼稚園。1970年4月、大津市三大寺に世田カトリック幼稚園として、開園した。初代園長は、メリノール宣教会のアルフレッド・スミス神父。1974年、第二大園長に山田右神父就任。1999年4月、学校法人滋賀カトリック学園から、 学校法人聖パウロ学園に移管され、セ田高専幼稚園と改称した。開園後4時にわたって増築を行い、滋賀県内の私立幼稚園としては、園児数が上位に属する大型幼稚園となった。3歳から5歳児の預かり保育や、3歳児に優先入園できるプレスクール2歳児親子教室、いちご組、サッカー、英語、体操の課外教室も開設している。 園舎、園庭地下に、大見国国庁跡遺跡があることから改築を行わず、2020年度に、系列校の高専カトリック中学校、高等学校がある、草津市の次長に園舎を新築、移転することが発表された。2020年4月、園名を、系列校の高専カトリック中学校、高専カトリック高等学校と共に、高専カトリック幼稚園に変更した。 同時に制服を新デザインに変更した。2021年3月終了式後に草津市の実長に移転した。現在の園長は馬場ン子。近くにある高専カトリック保育園は別の社会福祉法人セーパウロ会が運営している。カトリックの教えに基づいた人間関係を育むことを重視するほか、想像力、表現力を豊かにする授業に力を入れている。 特に国際人に必要な表現力を絵画、造形、音楽、演劇など芸術創作を通じて高めるイタリア式教育手法を実践している。また、成果における知的促進教育に特色があり、幼児期からの漢字教育、英語教育、百玉ソロ版や書道も成果保育に取り入れている。知的促進教育を重視する前提として発展段階に応じた 学齢別保育、クラス編成を行っている。英会話は2016年度から大手会話スクールに委託、幼稚園成果で実施されるレッスンとしては全国最高水準の回数で実施する。系列の高専カトリック中学校、高専カトリック高等学校が重視する国際化教育と同じ考え方のもと、幼稚園での英語をその準備段階と位置づけている。 園児送迎バスは2022年度まで運行。2020年度までに入園した園児のみ利用可能。通園は、徒歩、自転車送迎のほか、幼稚園敷地内に送迎車用一時駐車場があり、自家用車送迎か。給食は、行事日を除いて月、水、金曜日、日、木曜日は、弁当持参。ありがとうございます。